西田先生のことども。三木清。一、大正6年4月、西田喜多郎博士は、東京に来られて、哲学会の公開講演会で、種樹の世界、という題で、話をされた。私は和鷹の生徒としてその講演を聞きに行った。この時初めて私は西田先生の境涯に接したのである。講演はよく理解できなかったが、極めて印象の深いものであった。先生は和服で出てこられた。そしてうつむいて演壇をあちこち歩きながら、ぽつりぽつりと話された。それは人に話すというよりも、自分で考えをまとめることに心を砕いていられるといった風に見えた。時々立ちて行って黒板に円を描いたり線を引いたりされるが、それとても人に説明するというよりも、自分で思想を表現する適切な方法を模索していられるといった風に見えた。私は一人の大学教授をでなく、思索する人、そのものを見たのである。私は思索する人の苦悩をさえそこに見たように思った。あの頃は先生の思索生活においても一番苦しい時代であったのではないかと思う。その時の講演は、哲学雑誌に発表されて、やがてその年の秋出版された、自覚における直感と反省、という画期的な書物に罰として収められたが、この本は、世の悪戦苦闘のドキュメント、であると、先生自身その序文の中で記されている。その年、私は京都大学の哲学科に入学して、直接西田先生について学ぶことになった。私がその決心をしたのは、先生の、禅の研究、を紐解いて以来のことである。それはこの本がまだ岩波から出ていなかった時で、絶版になっていたのを、古本で見つけてきた。その頃先生の名もまだ広く知られていなかったが、日本の哲学界における特異な存在であるということを私は聞かされていた。その後先生の名が知れ渡るようになったのは、当時青年の間に流行した倉田百蔵氏の、愛と認識との出発、の中で先生のこの本が紹介されてからのことであったように記憶している。禅の研究、は私の生涯の出発点となった。自分の一生の仕事として何をやっていいのか決めかねていた私に哲学というものがこのようなものであるなら、哲学をやってみようと決めさせたのは、この本である。その自分は、和鷹の文化を出た者は東大へ進むことが決まりのようになっていたが、私は西田先生について勉強したいと思い、京大の哲学科に入ろうと考えた。高等学校時代にいろいろお世話になった早見博士先生に相談したら、賛成を得た。かようにして私は友人と別れてただ一人京都へ行ったのである。中学を出て和鷹に入学した時にも、私は友達と離れて一人であった。常に一人歩くことが何か自分の運命であるかのように思われて寂しかったが、それでもあの時はただ漠然とした憧れで田舎から東京へ登ったのに、今度は楽に東京から京都へ下ることであったにしても、はっきりした目標があったので勇気を与えられた。その自分は9月の入学であったが、7月の初め、私は帰省の途時、早見先生の紹介状を持って洛北田中村に西田先生を訪ねた。どんな話をしたらいいのか当惑していると、先生は出てこられるとすぐ、
君のことはこの春東京へ行った時速水くんから聞いて知っていると言って、それから大学の講義のこと、演習のことなどについていろいろ話してくださった。哲学を勉強するにはまず何を読めばいいかと尋ねると、先生は、カントを読まねばならぬと言って、純粋理性批判を取り出してきて貸してくださった。その頃は世界戦争の影響でドイツの本を手に入れることが困難で、高等学校の友人の一人がレクラム版の、純粋理性批判のボロボロになったのを古本屋で見つけてきて、得意げにいつも持ち回っているのを、私どもは羨みながら眺めていたというようなありさまであった。最初にお目にかかった時親切にしていただいた印象があったからであろう。その後私は学生時代、月に一二度は先生のお宅に伺ったが、割に気楽に話をすることができた。先生は自分から話し出されるということがほとんどなく、それでせっかく尋ねて行きながら、どんな質問をしていいのか迷って黙っているうちに半時間ばかりも時が経って、ついに自分で我慢しきれなくなり、帰ります、と言うと、先生はただ、そうか、と言われるだけである。そんなことが多いと学生仲間で話していた。考えてみると、あの時代の先生は試作生活における悪戦苦闘の時代で、いわば哲学に疲れていられて、私どもたわいのない学生の相手になぞなっていることができなかったのであろう。私は通学の途中、先生が散歩していられるのを折々見かけた。太いへこびを無造作に巻きつけて何者かに駆り立てられているかのように、急いで大股で歩いて行かれた。それは疲れた人の姿であった。先生の哲学のうちにはあの散歩の時のようなひたむきなもの、激しいものがあると思う。西田先生の講義はいつも午後にあった。土曜日の午後の特殊講義は、京都大学の一つの名物になっていて、その時には文化の学生ばかりでなく卒業生も、また他の科の人々も聞きに来るので、教室はいつもいっぱいであった。私も入学してから外国に留学するまで5年間、先生の講義には休まないで出席した。先生はいつも和服であった。そして教壇をあちこち歩きながら、ぽつりぽつりと話された。時々立ちて行って黒板に円を描いたり線を引いたりして説明される。その様子は、あの東京の哲学会で私が初めて先生の講演を聞いた時と同じであった。時には話が途絶えて、教壇の上で黙って考え込まれる。そうかと思うと急に試作が軌道に乗ったかのように、咳込んで話される。いつもうつむいて話をされたが、急に目を上げて強度の近眼鏡の底から聴衆の方を見られることがある。それは話が一段落したか、講義が終わった印である。二時間の講義であったが、今日は疲れているからこれでよす、と言って、一時間ばかりでしまわれることもあった。その言葉にはまたそれで私たちの心を打つものがあった。きっと先生は前夜遅くまで勉強されていたのだな、と私たちはすぐ感じることができたからである。先生の講義は教授風のものとはまるで違っていた。それは何か極まったものを人に説明して聞かせるというようなものでなく、人を一緒に哲学的探求に連れて行くというようなものであった。大抵の人が先生の書物は難解であるという。
しかしその強靭な論理を示す文章の間に突然魂の底からほとばしり出たかのような刑事的な句が現れて、全体の文章に光を投げる。それまで難解を囲っていた読者は急に救われたかのような思いがして、先を読み続けてゆく。先生の講義もやはり同じようであった。先生の本を読んでわからなかったことが、ぽつりぽつりと講義をされる先生の口から時々啓示のようにひらめいて出てくる言葉によって突然はっきりわかってくることがある。先生の座談が私にはやはりそうであった。おそらく先生は論文を書いて行かれるうちに、講義をして行かれるうちに、人と座談をされるうちに、はじめ自分に考えていられなかったような思想のを見出されるのではあるまいか。自覚における直感と反省、以来、文字通りに悪戦苦闘しながら先生が体系化として成長された時代に、私は先生の学生であったことを幸福に思う。先生のあの独特な講義の仕方を考えて、私は特にそのことを感じるのである。それは単に説明を与えられることでなく、先生の場合、その哲学がどのようにして作られていくかを直接に見ることであった。弟子たちの研究に対しては、先生は命の自由に任されて、干渉されることがない。その点、無頓着に見えるほど寛大で、一つの方には目ようとするがごときことはせられなかった。先生は各人が自分の個性を伸ばしていくことを望まれて、いたずらに先生の真似をするがごときことはかえって苦々しく感じられたであろう。こんなことをやってみたいと先生に話すと、先生はいつでも、それは面白かろう、と言って、それに関連していろいろ先生の考えを述べてくださる。そんな場合、私は先生に対して良いお父さんといった親しみを覚える。先生には常に理解がある。誰でも先生の威厳を感じはするが、それは決して窮屈というものではない。先生を訪問して、ほとんど何も話すことができないで帰ってくる学生にしても、決して窮屈を感じたのではない。そんなところに先生の偉さがあると思う。先生は自分の考えを弟子たちに押し付けようとはせられない。自分から進んで求めるということがなく、しかし来るものを拒むということがない。直接先生から教を受けた者はもちろん、そうでない人々にも先生を師と仰ぐ者が多いのは、先生の哲学の偉大さによることは言うまでもないが、こうした先生の人柄にもよることであろう。先生の哲学は単にその天才にのみよるものではない。先生は大変な勉強家である。70歳を超えられた今日なお絶えず新しいものを勉強されているのである。勤勉が思想家の重要な徳であるということを私は先生から学んだ。哲学者と称する者の陥りやすい瞑想癖から彼を救い、その瞑想を思索に転じ、思索のうちに瞑想的なものを活かさせることができるのは勤勉である。先生は非常な読書家でもある。絶えず外国の哲学界に注意し、新刊書なども広く読まれているようである。先生は西洋哲学輸入後日本において初めて独創的な哲学を組織された方であるが、また西洋の哲学で先生の手によって初めて我が国に紹介されたものも少なくない。ベルグソンの哲学、リッケルトや後編等の新刊と派の哲学、
ブレンターの病ノングなどの毒王の哲学、フッサールの現象学などからバルトの弁証法的神学などに至るまで、先生はその最も有力な紹介者であった。またライプニッツをはじめ、先生によってその新しい意味を発見されて、我が国に普及するようになった西洋の哲学者も多い。先生の読書研究の範囲は広く、私どもの学生時代には、後編などの影響もあったのであろう。数学をよく勉強していられたようであった。多分先生の発議によるものであろう。理科のその肖像博士を招いて文化の学生のために集合論や群論の講義が行われたが、その時先生も出席して熱心に聴講されていた。その後ある時期にはマルクスなどを研究されたことがあり、近年はまたランケなど歴史の書物をよく読んでいられるようである。先生の本の読み方が独特のものであることは、大学での演習においても伺うことができた。それは細部にわたって客観的にいちいち調べてゆくというのでなく、先生自身の立場から直感的にその本質的な内容をつかむという風であった。このような主観的な読み方がよくその本の客観的な本質に触れているのは驚くべきほどで、先生の直感力の深さを示すものであろう。先生にはまた本そのものに対する鋭い感があって、良い本、有益な本、読まねばならぬ本を勘で見分けられることができるようである。その感がまた実に正確である。かような直感は天文にもよるであろうが、また長い間多くの本に親しむことによっておのずから養われてくるものである。京大の哲学研究室が現在その方面でおそらく日本で最も良い蔵書を持っているのも、先生が教授時代に熱心に系統的に収集されたおかげであろうと思う。京都にいた自分、その研究室に本を借りに行くと、書庫に入って本を探していられる先生をよく見かけたものである。先生の魂には何か不敵なものがある。お宅に訪ねた時など、有名な哲学者の名を挙げて、どうかと伺うと、いきなり、あれはダメだ、という風に、ズバリと言い切られる。その簡単な批評がまたよく光景に当たっていた。私は先生の直感の鋭さに敬服するとともに、先生のものに応じない不敵な魂を感じた。他の書物など、全く眼中にないようである。それでいて先生はまた実によく書物を読んでいられる。お宅に伺うとよく読みかけの本が机の上に置いてあって、そばの紙片にその中の一二の重要な句が抜き書きされていたり、あるいはそれを読みながら先生が思いつかれたことなどが書きつけられている。先生のメモはいつもドイツ語で書かれていたようである。書物に対すると同様、先生の人物評もなかなか鋭い。それも一言でズバリとその本質を言い当てる確かさは、恐ろしいほどである。他の人など、まるで問題でないといった風である。そのような不敵なところ、激しいところがある。一面、先生にはまた実に優しいところ、涙もろいところがある。ある日、演習の時間に一人の学生が自分の当たる番であるのに予習をしてきていなかった。先生は怒って、お前のようなものは学校を辞めてしまえ、と突然大きな声で言われた。ところが先生の目を見ると、心なしか潤んでいた。私は先生の激しい魂に接するとともに、先生の心の温かさを知って、
目頭が熱くなるのを覚えた。先生はその不適さ、その激しさを内面に集中することに努められている。そして世間に対しては万事控えめで、真摯に深く、時にはあまりに控えめに過ぎると思われることさえある。久しぶりでお目にかかると、何がしはどうしているか、何がしはどうしているか、と、弟子たちのことを忘れないで尋ねられる。先生は誠に弟子思いである。またお尋ねすると、時にはいきなり、どうだ、勉強しているか、と問われることがある。そんな時、自分が怠けてでもいると、先生のこの一問いは誠に痛い。しかし先生が私どものことを心配していてくださる心の温かさがわかっているので、これは勉強しなければならん、と考えて、私は先生のところから出てくるのである、大学院にいた頃であったと思う。ある日、今は亡くなられた深田、安志山、先生をお尋ねして、例のごとく酒が出て先生が少し寄って来られた時であった。話が西田先生のことに及ぶと、先生は、西田くんはエスプリ、座にもうの多い人ですね、と言われたのを、私は今も思い出す。かつて私はそれについて、文藝春秋、に随筆めいたものを書いたことがある。実際、西田先生には何かデカルトのいうエスプリ、座にもう、動物性器、のようなものが感じられる。そしてそれが先生のあのエネルギーの根源であるように思われるのである。先生は痩せてはいられるが、なかなか精力的で、70歳を超えられた今日でも、客と一緒に出された菓子や果物をペロリとへいげられ、茶をガブガブと飲まれる。あの強い精神力を示す必要な施策のうちには何かこのような肉体的なものがあり、それが先生の文章の迫力ともなっているのではないかと思う。めったに外に表されることはないが、先生はおそらく喜怒哀憎の念が人一倍激しい方のようである。いな、そのような情念の底にさらに深く、先生の心の奥には熱い熱い闇があるのではないかと思う。先生はよく、デモーニッシュなもの、ということを言われる。これは先生において哲学上の単なる概念ではなくて深い体験である。先生の魂の底にはデモーニッシュなものがあり、それが先生を絶えず思索に駆り立てている力である。思索することが現在であるということを先生は深く深く理解されているのではないかと思う。先生の哲学はその闇を照し出そうとする努力であり、その闇の中から出てくる光である。その闇が深ければ深いほど、合理的なものに対する要求も激しいであろう。先生の哲学は単なる非合理主義でないと同様、単なる直感主義でもない。それはあくまでも合理的なもの、論理的なものに対する激しい追求である。闇の中へ差し入る光は最も美しい。先生の哲学の魅力も、先生の人間的魅力も、この底知れぬ闇の中から来るのである。四校の教授をしていられた時代、先生は随分ロシアの小説を読まれたように聞いている。今でも先生はドストエフスキーが好きで、深く共鳴されるものがあるようである。それは単なる神秘主義ではない。先生のいわゆる、歴史的物質、の問題である。3、先生が論文を書かれるときには、毎日決まって朝の間に2、3枚ずつ書いて行かれるということである。
それは長編作家が小説を書いてゆく仕方に似たところがある。実際、先生は創作家と同じような気持ちで論文を書かれるのではないかと思う。毎日決まって少しずつ書いてゆかれる先生の論文はまた先生の試作日記でもある。それには始めがないように終わりもない。先生の書物は、第一章、第二章という風にできている普通の書物とは全く趣を異にしている。かつて先生はそのように第一章、第二章という風に区分されるような本を書かれたことがなく、書かれるものは皆論文である。その論文が集まって一冊の書物ができる。しかしそれは決して単なる論文集ではない。先生は、一つの論文を書き終えられるといつでもすぐ何か書き足りないものがあるのを感じられて、その書き足りないものを書こうとして、また書き始められてやがて次の論文ができるというのではないかと思う。先生の論文には終わりがないのである。芸術家の活動は無限であって、その作品は完成されることがないというフィードレルの言葉を先生はよく引用されるが、先生の著作がちょうどそのようなものではないかと思う。先生は多くの論文を書かれながら結局一つの長編論文を書かれているのである。そしてそれは完結することのないものである。それは多くの小説を書きながら一生の間結局一つの長編小説を書いているに他ならぬ作家の場合に似ている。先生はいろいろなテーマについて書かれながら結局一つの根本的なテーマを追求されているのであって、その追求の激しさと必要さとは誠に驚嘆の他ない。もちろん、禅の研究、この方最近の論文に至るまで、先生の哲学には発展があり、その発展に注目することは大切である。しかしそこにまた根本的に連続的なものがある。先生は一面時代に対して極めて敏感な思想家である。先生には新しい友好を作って行かれるようなところがある。その意味で先生には、優れたジャーナリストの感覚があるということもできる。しかし先生のごとく時代に対して敏感で、時代から絶えず影響されながら、先生のごとく常に一つのものを追求している思想家は稀である。そこに先生の哲学の新しさとともに深さがある。時代に敏感なものはとかく船舶になる。自分に固執するものは停頓しがちである。先生はそのいずれでもない。生命というものは環境から限定され逆に環境を限定するものであるとは、先生がこの頃いつも述べられることであるが、それはまさに先生の哲学そのものの姿である。先生の哲学は先生独特の文章のスタイルを離れて考えられないであろう。ヘーゲルが彼独特のスタイルを持って考えたように、西田先生も先生独特のスタイルを持って考えられているのである。先生においては文章のスタイルがそのまま哲学である。そのスタイルを離れてその思想を表現することは不可能に近いであろう。先生の哲学には東洋的直感的なものがある。それを先生は禅から学んでこられたのであろう。しかしそれは禅からのみ来ているものではないように思われる。先生にはまた、愚徳親鸞、というような文章がある。またも通り乗り長の思想などにも共鳴を感じられるものがあるようである。先生の思想における東洋的なものは、先生自身が体得された独自のものであるというのが正しいと思う。
そこに先生の哲学の新しさがある。それはゲーテなどにも通ずるところのあるものである。この頃の禅の有効に対しては、先生はむしろ苦々しく思っていられるのではあるまいか。先生の眼差ししていられるのは独自の日本的な哲学である。しかし先生はいつも、西洋の論理というものを突き抜けてそこに達しなければならぬ、と言われるのである。東洋の書物は修養のために読むべきもので、哲学をやるにはやはり西洋哲学を勉強しなければならぬと先生は若い人に教えられる。学問としての哲学をやるには西洋哲学を研究しなければならぬ。けれども哲学が単なる学問以上のものである限り、東洋思想を身につけることが大切である、という意味であろう。私は哲学における深さというものは結局人間の偉さであると考える。深さというものは模倣し得るものでなく、学び得られるものでもない。西田哲学の深さは先生の人間的な偉さに基づいている。学問というものを離れて人間として考えても、先生は東大稀に見る人物である。今日の日本において、各界を通じて、偉い人物と感心するのは西田先生と幸田露伴先生とである、とある友人が私に言ったことがある。私の学生時代、先生はいつも和服で靴を履いて大学へ来られたが、その様子はまるで田舎の村長さんか校長さんかのようであった。その先生が教室ではマイノングの対象論とかフッサールの現象学とか、その頃の日本ではあまり知られていなかった西洋の新しい哲学について講義されるのである。そのように先生には極めて田舎者であるとともに極めて新しいところがあった。マックス、文とは、ソクラテスはアッチカの農民の伝統的精神を代表したと言っている。そのソクラテスにはまた当時外国からアテナイに入って新しい学問として流行したソフィストに似たものがあった。西田先生の哲学は日本においてソクラテスのような地位に立っていると見ることもできるであろう。ソクラテスは単に伝統的精神に止まったのでなく、また単なるソフィストでもなかった。彼はギリシアの古典的哲学の出発点となったような全く新しい独自の哲学を述べたのである。西田先生は東洋思想と西洋哲学との間に通路を開くことによって全く新しい日本的哲学を作られたのである。4. 西田先生は、世辞に疎いわゆる哲学者ではない。人生の主樹の方面について先生が深い理解を持っていられるのを知って驚くことがしばしばある。ことに定年で大学を退かれて以来、義務的な負担が軽くなったせいもあろうか、先生は社会の問題や政治の問題についてよく話されるようになった。鎌倉に別荘ができてから、先生は夏と冬の数ヶ月をそこで過ごされるのであるが、お尋ねすると、まず話に出るのは時局のことである。いつも哲学の問題に頭を突き込んでいられる先生としては、せめて人に会った時には哲学を離れて他の事柄について話したいという気持ちにもなられるのであろう。しかし先生が時事問題を論じられるのは単なる傍観者としての態度ではない。先生の話は次第に熱を帯びてくる。すると先生は袖をまくし上げて論じられるという風で、その興奮には何か史詩的なものさえ感じられる。先生は明治時代の良いものを持っていられるのだな、と私は感じるのである。
時事問題に対する先生の観察と批評は鋭くて、成功を得ているものが多いと思う。この江校や木戸校は先生の学習院時代の教え子であるためであろう。白髪重心のポストに疲れて以来、先生の時局に対する関心はいよいよ深くなったようである。例の調子でこの江校や木戸校などの人物をズバリと批評される言葉もなかなか興味があるが、老いてなお青年のような若さをもって国を憂いていられる先生の熱情に対しては頭が下がるのである。先生はいろいろなことに関心と理解とを持ちながら、常に一つのものを追求されてきた。先生には道草を食うことがなかった。その随筆など立派なものであるが、そのような才能を持ちながら、先生は滅多に随筆を書かれることがない。お目にかかるといつも、まだまだこれからだと言われる。こうして先生は生むことなく一途に一つのものを追求されている。私など道草ばかり食っているものは恥ずかしい次第である。先生からいただいた軸に先生の歌を書いたものがある。あたご山入る日のごとく赤々とも詩人さん残れる命。という、先生の心情がよく映されていると思う。